はよう。ポンちゃんはここで日向ぼっこ、ジャン君はここで日向ぼっこ、そしてなんかその辺から覗いてる人はいたけど、どこ行っちゃったかな。はい、アンズちゃん、アンズちゃんもちょっとさっきあそこで日向ぼっこしてたでしょ。よっ、アンズちゃんがケージに戻らないようになってしまったおかげでですね、ポンちゃんはこの3階のケージの3階が気に入ってしまい、アンズちゃんはどうもあそこのこのベッドで寝てたのかな、ベッドというかね、どこにいたんだろう、朝までは。こんなバランスになってしまいました。で、今日ですね、次のカオリンちゃんかなという子が、日曜日にうちに来ますので、またスギニャンをこれですね、これを解体し、ここに2階建てのケージが来ます。この2階建てのケージをフリーにして、アンズちゃんに使ってもらおうかなと。入って寝るときは寝る、そしてこの3階建てですね、こちらを新しいカオリンちゃんのために、使おうかなと思います。こちらはまあ入ってもらって、目隠しをしてしばらくの間は、ここで生活してもらうということになります。さてどうなっていくんでしょうか。また我が家は、ジャン君、アンズちゃん、この中がいいのね。最近この中が好きみたい。この中でね、なでなでされるのが好きなのね、あんじちゃんね。うんうん、あんじちゃん。うん。うん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 。はいはい。いかがね、あんじちゃん。はい。ありがとう。あんじちゃん。ジャン君もね、ジャン君、ジャン君、ポンちゃんもね、はい、ポンちゃん、もうここ定番になりましたよ。ポンちゃん、
なんでなんでなんで。何をグリグリするの？はい、タンズちゃんにはご飯がここに用意されています。はい、どうぞ。どうする？はい、タンズちゃん、あ、キャン君が狙ってる。キャン君、キャン君に回るからお兄ちゃん。はい、キャン君こっちだよ。はいはいはい。はい。うん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 。もうちょっとこっちで食べる？あれ？ジャック。ジャックどこで食べる？はい、どうぞ。いいよ。ここの見てなかったかな？食べて。あんたちゃん、それ食べて。食べないの？お腹空いてないの？どうぞ。どうぞ。ああ。こぼした。じゃあ、ジャン君の方を。ごめんなさい。よいしょ、はい。あんたちゃん、どうぞ。はい、ご飯来たよ。おじいちゃん、ご飯来たよ。食べてみて。大してお腹空いてないのかな？さっき足に散々シュリシュリしたいね、おじいちゃん。おじいちゃん、これからぽんちゃんが見ています。ご飯それだよ。そうそうそう、食べて食べて。どうする？ここを閉める？なくてもいいか、ポンちゃんいるしね、うん、こっから獲物を狙うみたいに見下ろしてるからね。いや、ここで食べるって癖だけつけてもらう。アンズちゃん、ハンモックに復帰しました。なんかハンモックが懐かしくなったんだね。そうだね。ここにポンちゃんが寝ているのにこう上がってきてですね、こっち側の手前側からポンちゃんを踏まないように乗りました。はい、いいね。あの、入ったり出たりが自由ですから、
ですよ。そこでゆっくりお休みください。はい、じゃんけん。Thank you.